リックスバファローズ対阪神タイガースの一戦です。解説は富山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか？まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか？まずはバファローズの先発山本が京セラドームのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか？小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう？そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール重視の小宮山さんらしいコメントありがとうございます。2球目打ちました。一塁へ送ります。アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている中野。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは山本、そしてキャッチャーは若月。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。高めのボール、さあどうだ。ワンバウンド、ヒットになりました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。ワンアウト、ランナー三塁です。さあバファローズ先制のピンチです。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。うん、そうですよね。まあ、そして一発のあるバッターなんで、それは食らわないようにコントロールには気をつけたいですね。はい。さあこのピンチ切り抜けられるでしょうか。引っ張った、サード取った、アウト、ツーアウト。タイガース1点を先制しました。アウトの間に得点、1対0。序盤から先手を取られています。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。2球目は何で来るか。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。これが3球目。インコースを落としました。この球は外れています。次が5球目。まっすぐで空振りを取ります。3ボール2ストライク。これが6球目。打ちました。高く上がった。この当たりはどうか。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは3塁まで進みました。さあバファローズ得点圏にランナーを背負った場面です。まあここはしっかり抑えて攻撃に備えたいですね。なるほど、そうですね。まあそして逆方向にも飛距離が出るバッターなんで、アウトコースもしっかり低めに集めたいですね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。高め際どいがボールになります。152キロ。低めのボール、思わず空振りです。ワンボールツーストライクです。
った。この打球は落ちそうだ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース見事な攻撃でした。1対0タイガース先制です。守ります。1回の裏バファローズの攻撃です。バファローズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますタイガースはご覧のような守備陣です。タイガースマウンドに上がるのは先発の村上。さあバファローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは中川。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。まず何を投げてくるか。初球変化球は空振りです。ファウルになります。インサイド変化球外れます。よく見ましたよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。平行カウントボールになります。3ボール2ストライクです。変化球空振りワンアウトです。バッターは2番に入っている西野。村上まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。バットは動きません。よく見ています。さあ3球目は何か。インサイド落ちました。これはショート取った。アウト。スーパープレーが飛び出しました。ここはファインプレーに阻まれてしまいました。里崎さん今のプレーいかがですか。これはいい判断でしたね。初球ボール。これが2球目。緩いボールを持ってきました。ボール先行です。高め外れました。ストライクが入りません。変化球タイミング合いません。3ボール1ストライクです。5球目は何で来るか。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。3ボールナッシングからフルカウントまで戻しました。ここは厳しいコース目がけて全力投球ですね。打ちました。ここはフライになっています。木浪が抑えて3アウトチェンジです。反撃したいバファローズでしたがここは三者凡退に終わっています。1回終わって1対0、1点リードはタイガースです。2回になります。タイガースの攻撃、バッターボックスには6番シェルドン。バファローズ1点ビハインドで迎える2回です。さあ小宮山さん、まずは先頭バッターですよね。自分で今の状態分かってると思うんですね。あとはどう修正するかですよね。そうですね。さあ修正できるかにも注目しましょう。
低め外れました。インサイド落ちました。打ち上げた。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。バッターは7番に入っている坂本。山本まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。さあ2球目は何か。インコース外れてボール。低めボール。これが4球目。インコース変化球決まりません。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。打ちました。これはどうだ。よく取った。アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーが出ました。ファインプレーです。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。この一瞬の判断は素晴らしいですよね。さあまず1球目。初球ボール。この高めは外れます。ボール先行です。低め見送っています。ストライクが入りません。打ちました。この打球はフライになっています。取ってスリーアウトです。この回タイガース3人で攻撃を終えています。1対0。1点リードはタイガースです。2回の裏になります。さあバファローズ、この回は4番から始まります。打席に入ります。バファローズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃です。まず打ちをついてきました。しましたよね。はい。インコースわずかに外れてボール。ボール先行です。外低めのボール。さあ4球目は何か。落ちる球見逃してストライクです。2ストライク2ボールと追い込んでいます。これが5球目。スライダー外れます。3ボール2ストライクフルカウントになっています。さあ6球目は何か。打ちました。セカンド取る。アウト。ワンアウトです。バッターボックスには5番宗。まずはワンアウトを取っています。
初球ボール、次が2球目、タイミングややずれています。次が3球目、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける、ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。走ってきませんね、ここはゲッツーを取りたい場面ですね、そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。ここは外します。ツーボール、やはりランナーを警戒したでしょうか。やはりランナーのプレッシャーがあると投げにくいものですからね。そうですよね。まあ、キャッチャースローイングがうまいのでランナーは警戒していると思いますね。なるほど、そうですね。見極めてフォアボールです。さあそして打席には若月が入っています。さあ得点圏には同点のランナーを置いています。序盤に追いついてくれるとピッチャーは気持ちが楽になりますからね。なるほど、そうですね。真ん中打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点、ホームに送球、センター前ヒット。さあチャンスを広げていきます。まずは見送ります。ワンボール、小宮山さん、犠牲フライを防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性が高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。これは見送ってボール、押し出しでも同点に追いつきます。さあ5球目は何か、1点差の場面、押し出しで同点となります。バファローズ押し出しで同点、1対1、よく選びましたゴンザレス。今いい流れが来てますから得点するならここですね。さあこのチャンスでバッターボックスには9番の福田が入っています。これが1球目、まずは見送ります。ワンボール、2球目は何で来るか、外の球打った、センター前へ抜けていく、バックホームする、サードランナーホームイン、バファローズ勝ち越しました。2対1になりました。なおも満塁のチャンス。打順は1番に帰ります。バッター中川、バファローズこの回2点を入れています。さあ見事逆転に成功し、なおもその点差を広げていこうかというところです。これは外れた。まあここは甘くならないようにしてストライクゾーン。この打球はスタンド、ファウルボール、ワンボールツーストライクです。
今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。はい、ストレートわずかに外れてボール。これは見送ってボール。満塁でフルカウントとなりました。まあ、ここは腕を振ってしっかり狙ってしまう。レフトに持っていった。これは大きいぞ。入りました、ホームラン。中川グランドスラム。素晴らしい一振りでした。フルカウントからのストレート、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。ここ一番の集中力が光ります。この回手を緩めず大きく点差を開いていきます。2番バッター西野、バファローズホームランで得点を挙げています。小宮山さん、ちょっと苦しいピッチングが続いてますね。調子自体もあまり良くないと思いますけどね。ああ、なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。空振り。改めてお聞きします、この西野、どういったタイプのバッターでしょうか。まあそうですね、打たれた印象はないのに実はよく塁に出ているというようないやらしいバッターですね。なるほど、そうですか。打った、これはファーストライナー。バッターボックスには3番森、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。初球は変化球から入りました。これが2球目、低めの球、あっという間に2ストライクです。3球目は何で来るか。3球目外れました。外れてますか。ピッチャーは決まったと思ったでしょうね。はい、ストレートわずかに外れてボール。インサイド打ち上げました。ここは打ち上げています。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。しかしこの回バファローズ貴重な得点でリードしました。2回終わって6対1、バファローズが逆転しました。里崎さん、早くも大きなリードを奪っているわけですが、こうなるとバッテリーの配球も変わってくるんじゃないでしょうか。まあ点差が大きくなってもリード自体はそんなに変わらないですよね。あ、そうですか、失礼しました。ファウルになります。低めの変化球です。この球は外れています。次が4球目、引っ張った、サードゴロ、一塁へ、アウト、ワンアウト。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。インドを見送っています。低め見送っています。
空振りになります。2ボール2ストライクです。この低いボールは外れます。フルカウントです。振っていきましたが三振。2番バッター中野、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。ここはボール球を振らせたいですよね。なるほど。さあキャッチャーどこに構え、インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。高め見送っています。次は決め球を厳しいコースに投げて勝負ですよね。なるほど、そうですか。打ち上げてしまった。ここはフライになっています。足立が掴んで3アウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6対1、バファローズがリードしています。タイガースのピッチャー、これから3回の裏、バファローズの攻撃です。そしてタイガースはピッチャーが変わります。及川が2番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた序盤からの登板となりました。これが初球、初球ボール、外の低めです。ボールになります。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス宗、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーありません。初球狙って空振りです。なかなかタイミング合いません。ノーボール2ストライクです。ストレート外れました。これは低いところに持ってきました。さあ仕留められるか。打ちました。これはどうか。ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁到達。これでマルチヒット。ワンアウトランナー三塁です。ファウルになります。低め外れています。いいボールだったんですが外れています。打球は切れてスタンドへ入りそうだ。打ちました。ライン際打球が伸びる。
三塁線落ちました。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。見事なタイムリーヒット。7対1、バファローズリードを6点に広げています。初球ボール、ファウルになります。これが3球目。まあ今のはよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。4球目は何で来るか。打ちました。切れました、ファウルボール。次が5球目。引っ張った。サード取った。セカンドホースアウト。一塁転送はアウト、ダブルプレー。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。3回終わって7対1、バファローズのリード広がっています。回は4回の表に入っています。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは森下。先ほどの打席で打点を挙げています。バファローズ大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか？まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。なるほど。さあここからどう抑えていくかも注目です。外れてボール。変化球タイミング合いません。ツーボールツーストライクです。惜しいですね。決まったかと思いましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。スリーボールツーストライク。次が6球目。バットに当たりません。三振。まず一つアウトを取りました。大山祐介。初球空振りです。低めの際どいところですが外れています。打ちに決まりました。ワンボールツーストライクです。打ちました、痛烈。切りました、ファールボールです。くれぐれもご注意ください。低めの変化球は決まりません。変化球空振り。これで2アウト。バッターは5番佐藤。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。痛烈、わずかに左に切れました、ファールボール。2球目打ちました。ライトに強い打球。ライト下がっていく、下がっていく。打ったバッターは1塁蹴って2塁に向かう。バッターランナーは2塁到達。ツーアウトランナー2塁。バッターボックスは6番シェルドン。まあバファローズバッテリーとしてはまあリードしてるんで余裕はあると思いますけど、雑にならないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。さあ2球目は何か。外、
め見ました、ボールです。ストライク入りません。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。西野が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。7対1、バファローズ大量リードしています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスは8番ゴンザレス。先ほどの打席で同点となる打点を挙げています。いやー、あの場面でよく選びましたね。見事でしたね。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。ファウルになります。アウトコース外れます。打ちました。これはどうだ、破りました、センター前。先頭バッター出ました、バファローズノーアウトランナー1塁です。初球打ち、右中間に上がった、ここは打ち上げています。ライトが取りました。打順は1番に帰ります。バッター中川、先ほどの打席で満塁ホームランを放っています。頼もしいバッティング。打ちました、セカンド取った、二塁アウト。バッターボックスは2番西野、先ほどの打席はファーストライナーに倒れています。ゲッツー崩れでランナー、打ちました、高いバウンド、木浪一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがバファローズ得点はありませんでした。4回終了7対1、バファローズ大量リードしています。里崎さん、5回の段階でこれだけのリード、ベンチとしてはどのようなことを考えていますか。まあ、この試合は中継ぎ陣をしっかり休ませるためにも先発投手に完投してもらいたいと思ってるでしょうね。そうですよね、完投勝利できるんでしょうか。変化球タイミング合いません。打ちました、ファーストが取る、アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。いい動きでした。里崎さん、今のプレーいかがですか。まあ、これは素晴らしいプレーですよね。小さく変化させました。次が2球目、この球は外れています。内へ低めの変化球、追い込んでいます。ワンボールツーストライク。見送っています、ボール。ファウルになります。まあ、次もストレートを続けるなら厳しいところにコントロールしないといけないでしょうね。なるほど。これはバット出ず三振です。さて、ここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、そうですか。さあ、初球は何か。初球空振りです。得意のボールでストライクを取りました。
低め外れました。さあ3球目は何か。低めの変化球は外れました。これは手が出ないか。2ボール2ストライクと追い込んでいます。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。この回タイガース三者凡退です。7対1バファローズ大量リードしています。これから5回の裏、オリックスバファローズ打順よくこの回はクリーンナップから始まります。森がバッターボックスに入ります。先ほどの打席インサイド落ちました。このフライは切れそうだ。変化球ボールになります。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。これが4球目。外れてボール。まあ次のボールが勝負ですね。なるほど、そうですか。6球目は何で来るか。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。及川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。2球目は何で来るか。膝元をつきましたが外れました。ボールになります。打ちました。センターへ打球伸びる。ここはセンターが抑えています。ツーアウトです。打席には5番バッター宗。まあ前の打席はストレートを打たれましたから、ここはストレートの使い方を考えたいですね。さあここは引っ張った。大山一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回バファローズ3人で攻撃を終えています。5回終わって7対1バファローズ大量リードしています。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。京セラドーム大阪からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。タイガース打順よく1番から始まります。バッターは近本。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。バファローズ大きく点差をつけて6回を迎えています。低め見送っています。力のあるストレートですよね。はい、高めストレート空振りでストライク。ワンボールツーストライクです。打った。ライトバックバックバックする。外野大きな打球になった。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッターセカンド回って三塁に向かう。近本、これが今日の初ヒット。ノーアウトランナー三塁です。
バッターボックス中野。まあまだ点差に余裕はあるので、まずはアウト一つ取りたいですね。なるほど、そうですね。まず変化球で空振りさせました。打ちました。痛烈な打球。ここもファウルです。さあ4球目は何か。いい落ち方だったんですが、バッターよく見ています。これもファウル。インサイド落ちました。またファウル。落ちるボールです。高めに1球外します。あっさりと追い込んでから粘られ、フルカウントとしています。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。タッチアップ、サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。1点返しました。タイガース、犠牲フライを決めてきました。7対2になりました。バファローズ、その差は5点になりました。初球は何で来るか。ボールを拾って2アウトになりました。4番バッター大山、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトランナーありません。ライト方向を流しました。詰まりながらもライトへ。森が掴んで3アウトです。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。7対2、タイガースが得点を入れています。バッターボックス足立、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、そのあたりバッテリー。ライト方向を流しました。一二塁間を破る。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。緩いボール決まりました。この低いボールは外れます。牽制、一塁はセーフ。インサイド落ちました。センターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。タイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手のカジヤ。バッターボックスゴンザレス。ここでまた中押しして流れを渡さないようにしたいですね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。二塁牽制、二塁セーフ。これが2球目。2球目打ちました。さあどうだ。ライン際を破りました。バックホームする。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。8対2、バファローズリードを6点に広げています。まず何を投げてくるか。このボールは見送るのが精一杯。ストライクです。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。
真ん中、ワンボールツーストライクです。高め打ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。ここはランナー返せません。ワンアウトランナー二塁一塁と変わります。まず初球しっかりと見極めました。さあ2球目は何か。高め空振りを取りました。152キロ。空を切ります。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。あっと入らない。引っ張った。ボテボテ。サードが前に来る。一塁はセーフ。ゲッツーは取れません。打順は2番西野。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナー一塁三塁です。次が2球目。外れてますか。はい、外のストレートわずかに外れてボール。次が3球目。外の低め見極めます。ボールが3つになります。高め際どい球。アウトコース打ちました。取ってスリーアウトです。しかしこの回バファローズ1点を追加しています。6回終わって8対2、バファローズのリード広がっています。こういう展開になってくると選手の心境というのはどのようなものなんですか。まあどうでしょうね、集中しろと言ってもなかなか集中しづらい状況にはなってしまってますよね。はい、そのあたりのプレー一つ一つに注目したいと思います。2球目打ちました。このあたりはどうか。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。引っ張った。これはどうか。レフトが取りました。7番バッター坂本。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトになっています。初球ボールです。ライト方向を流します。一二塁間を破る。坂本ヒットが出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。まず際どいコースをついてきました。落ちる球を見極めました。もう一球低め。
見送っています。ボール。ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。これは見送ってボール。フルカウントになります。空振り。ここはランナーを返させません。バッターは DH。 先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナー一塁二塁です。インサイド落ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。1点返しましたタイガース。ライト前のタイムリーヒット。8対3、バファローズなおも二塁一塁のピンチです。まずはボールから入りました。アウトコースストレート、際どいところを見極めました。151キロ。3球目は何で来るか。ファウルになります。いやー、打ち損じてくれて助かりましたよね。そうですね。アウトコース打ちました。しかしこの回タイガース点差を縮めていきます。8対3、タイガースが得点しました。さあそしてここからはラッキーセブン、バファローズの攻撃に入ります。初球は何から入ってくるか。インコース決まってストライク。2球目は何で来るか。いいコースに決まりましたね。アウトコースのストレート、力があります。ノーボールツーストライク。これが3球目。切れていきます。ファウル。この高めは外れます。まあバッター追い込まれてるんで手を出してきますよ。ボール気味でいいですね。はい、ここもファウルです。くれぐれもご注意ください。引っ張った、ライトに大きな打球。さあどうだ。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。バッターボックスは4番。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。これが2球目。力のあるまっすぐですね。アウトローのストレート、空振りです。150キロ。引っ張った、高いバウンド。佐藤アウト、ワンアウトです。打順は5番、宗。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナー三塁です。打ちました。取った。一塁送球、アウト、ツーアウト。バッターは6番、足立。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。ツーアウトになっています。打ちました。セカンド取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。バファローズサードランナー残塁に終わっています。
7回終わって8対3バファローズがリードしています。これから8回バファローズに選手の交代がありました。ゲームは8回に入ります。追いかけるタイガースの攻撃、バッターボックスには2番中野、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。バファローズ大きく点差をつけて8回を迎えています。小宮山さん、まあこの展開ですからピッチャーも気持ち的には楽でしょうね。そうですね、ただ気は抜けないですけどね。確かにその通りですね。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。3番バッター森下、今日はまだ当たりがありません。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、宗、一塁送球、ツーアウトになりました。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああなるほど、ベンチもどう動いてくるかですよね。打ちました、安達、一塁送球します、一塁アウト、スリーアウトです。反撃したいタイガースでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8対3バファローズがリードしています。8回の裏バファローズの攻撃、バッターは T 岡田。バファローズ攻撃が噛み合い、大量リードで8回の攻撃に入りました。初球ボール、さあ3球目は何か、ボールになります。うん、今のはよく我慢しましたよね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。見極めました、フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい、落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁に歩きます。最初は変化球できました。さあ2球目は何か、ストレートはわずかに外れました。ボール先行です。真ん中に決めてきました、147キロ。低めの球ストライク、ツーボールツーストライクです。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは9番福田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね、ワンアウトランナー一塁です。ここは落としてきました。惜しいですね、アウトロー際どいところ、わずかに外れました。
2ボール2ストライクです。ボール3ボール2ストライクです。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。落ち着いていました。おそらくボールがよく見えているんでしょう。フォアボールで一塁にタイガースピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の岩貞。打順はトップに帰って大城。点差は別にしてチャンスをしっかりものにする、そういう姿勢、そういう野球を見せてほしいですね。さあ終盤でこの点差ですが、まだまだ攻撃の手を緩めません。さあまず1球目、ちょっとすっぽ抜けた感じです。これは際どいが外れている。インサイド落ちました。入れました。ファールボール。今度もインハイに持ってきました。振っていきましたが空振りです。三振。なおも2アウト2塁1塁チャンスが続きます。まず最初のボールを決めていきました。外れています。落としてきた。しかしバットは止まっています。次が4球目、打ちました。サード取った。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には至りませんでした。8回終わって8対3バファローズがリードしています。小宮山さん、ここはどのようなピッチングをしていけばいいですか。まあ、もう本当に慌てないことですよね。もうほぼもう間違いないわけですから、最後までしっかりと投球をしてほしいと思います。これはバットが泳ぎます。インサイド落ちました。これはどうだ。アウト。ワンアウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。小宮山さん、どうご覧になりますか。まあ、そうですね、100球超えてますからね、疲れが出始めてると思いますよ。ああ、なるほど。ベンチもどう動いてくるかですよね。微妙なところを攻めてきます。ストライクです。次が2球目、これは低いところに持ってきました。3球目外れました。
真ん中見送っています。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。バッターボックスは7番坂本、ここはさっき打たれたスプリットの使い方には注意したいですね。なるほど、バッテリーとしてはそこをうまく逆手に取っていきたいところ。打ちました、高いバウンド、セカンドゴロ、これで3アウト、試合終了になりました。オリックスバファローズが見事勝利を収めました。今日は打撃で圧倒しました。本当に打線がつながった頑張ったゲームになったと思います。勝ったオリックスバファローズ、大きな今日は勝利になりました。一方のタイガースですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日のご来場5000円、誠にありがとうございます。